緑の書のドイツ語番。緑の書は、リビアの革命指導者、最高指導者であったムアンマル・アルカッザーフィーが、表した書物。初版は1975年。自身の民主主義観及び、政治哲学を卑怯している。小さな赤の書と呼ばれた、毛沢東語録、及びその第三世界理論を参考にしている。本書は全部で三章からなる。第三国際理論もしくは、 第三普遍理論とは、リビアで実施される生態についての理論で、カッザーフィーが1970年代初頭に提唱したものである。部分的に、イスラム社会主義とアラブ民族主義に影響された、この理論は、資本主義をもはや誤りであることが証明された、イデオロギーであると述べ、第三世界諸国のために、資本主義及び共産主義の代替となる。 新たな普遍的体制を提案している。また、第三国際理論の哲学的基礎の多くはコーランに依拠している。この本でカッザーフィーは近代の自由民主主義を全否定し、全人民出席による人民会議をもとにしたジャマーヒリーアという形態の直接民主制を推奨している。1977年に従来のリビアアラブ共和国を廃止して成立した。 ダイリビアアラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国では、緑の書の思想に基づき、憲法、議会、政党、元首などは廃止され、人民代表による全国人民会議が政府のすべきことを行っていた。憲法の代わりに人民主権確立宣言が制定され、イスラーム法が主な法の源になっていた。国外の反対制派は、こうした。 人民会議は直接民主主義の場でなく、軍事独裁の追認と人民抑圧の場になっていると非難していた。ありがとうございます。